はい、皆様お疲れ様です。シュチバンです。今日はですね2020年の2月6日、夜中の0時43分となっています。ベルコインの価格なんですけども、今現在ですね 0.000257 ということで、約257円、260円ぐらいですかね、という風な価格になっております。はい、チャート見てるとですね、こう上がったり下がったりっていう感じで揉み合ってるような状況が続いているという感じになっておりまして、大きなね動きっていうのはあまりないかなというところです。はい、今日はですね、その出金の方法をですね動画で撮りたいと思ってます。思ってるんですけども、はい、先日から、話題というか、問題というかになっている、ICO 組、TOB キャンセル組というふうなことで、今後ねどういう形でね IEO、で売れるのかなっていうところでね、結構ねいろんな意見があると思います。はい、取引所とかで、イーベルさんのね放送とかね、いろんなね情報が、飛び交ってるわけなんですけども、はい、確実にですねちょっと資金の方ね、出金していきたいなっていう方もいると思いますんで、まずは、現在ですね、1日にですね 0.1 から、1ビットが、一応ね専用ホームによって、出金の申請ができるということになってますので、当面はそういう形みたいなんですけども、はい、そこをですねちょっと、説明していきたいと思います。これが、出金する、フォームになってます。フォームのアドレス URL ですね、概要欄の方に貼り付けておきたいと思いますので、そこから、飛びますので、活用していただけたらと思います。はい、画面の通りですね、ウィズドローということで、このねスタート、を押していただきますと、次の画面に移ります。はい、この画面でではですね、ファーストネーム、ラストネームというふうにあるんですけども、これね、ちょっといろいろアカウントとかね、見て確認したんですけど、よくわからなかったんですね。で、いつもその、ベルトさんからですね、メールが、ね、ログインしたときにメールが届くんですけど、ユーザー何々へっていう形で、メール来てるんですけども、そこでですね、自分のユーザー名っていうのがですね、メールアドレスになってまして、ですので、自分の場合は、メールアドレスのですね、アットマークの前の部分をファーストネームに入れて、アットマーク以降っていうのもですね、ラストネームに入れてみて、ちょっとやってみました。ちょっとねこれ間違ってればちょっとまたご指摘いただければなと思うんですけども、一応それで、申請というかできましたので、一応ここを、一つの例として、お伝えしていきたいと思います。はい、参考にしていただけたらなと思います。あと E メールですね。はい、これはですね、ベルウッドのアカウント ID の方ですね、ベルウッド登録メールアドレスということなんで、はい、これが、はい、登録、いつもですね、ベルウッドさんからメールが来るね、登録しているアドレスを入れていただけたらいいかなと思います。はい、それからカントリー、国なんですけども、日本の方が多いと思いますので、ジャパンと入れています。はい、あとはですね、電話番号ですねを入れていただいて、ハイフンなしで、いけますので、これで、入れていただきまして、右の下のですね、トランスファーの方を、クリックという形で進んでいきたいと思います。はい、次にですね、何を出金するかっていうところで、おそらくねビットコインを出金したいっていう方が多いと思うので、ビットコインで選択して次へを押します。
はい、そうするとこの画面になりまして、そうですね、上のですね、あのウィズドロー BTC ウォレットアドレスというふうに書いてるんですけども、ここがですね、ビットコインの受け取りアドレス、受け取り先のアドレスを入れていただきます。それから下はですね、アマウントって書いてますが、ここがですね、何ビット出すかっていうところのですね、数字になっているかと思います。まあ、1日の出金制限が 0.1 ビットから1ビットコインまでというふうになってますので、はい、その範囲でですね、出金の申請の方をしていただけたらと思います。上のですね、英語でね、いろいろ書いてるんですけど、まあちょっと赤字で書いてるのは何書いてるかと言いますと、その、まあ、受け取りアドレス間違えんといてくださいよっていうことで、間違えたらその責任取れませんよみたいなことをね、書いてますので、はい、受け取りアドレスはしっかり確認して申請してください。はい、それからですね、右下の次へっていうのを押すとですね、まあ、サンキューベリーマーチってことで、一応、これがですね、フォームの申請が完了したということになりますので、まあ、こういった流れでちょっと参考に、見ていただけたらなと思いました。はい、一応出金の、やり方ということで、まあ、一応今日動画撮らせていただいてます。はい、ですね、まあ、その話に付け加えなんですけども、やはりそのこういった風にですね、ね、ICO で参加した人とか、TOB でね、キャンセルしなかった人、した人、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、やはりね、お客さんをね、もっとね、大事にしていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、個人的な意見ではあるんですけど、ですね、やはり、まあね、先行してですね、投資を行っていますし、まあ、そう、まあ、資金集めをね、要はしてるわけですから、はい、ね、ベルウッドさんね、しっかりね、手続きやっていただけたらなと思います。はい、ですね、まあ、一応今日は、この動画、終わるんですけども、はい、いつもですね、まあ、自分は、ね、F シェアズというね、分散型取引所の情報をがありまして、まあ、その内容もねお伝えしているんですけども、やはり取引所っていうのがですね、あまりにもその中央集権型の取引所が多いので、その取引所のねさじ加減だけで、まあ、いろんなことが変わったりするっていうのがね、現状あるのかなというふうに思ってます。それで、まあ、分散型取引所っていうのはね、まだ、まあ、全然その、まあ、分かってらっしゃる方はいっぱいいると思うんですけども、やっぱり不正がねできませんし、まあ、透明性があって、しっかりそのセキュリティもしっかりしているというところがやっぱり、はい、大事なところかなと思ってます。それで、まあ、やはりねおすすめは分散型取引所 F シェアズ DEX というところに、僕の方はね、思ってまして、はい、まあ、取引の手数料もですね、まあ、通常でしたら引かれるわけなんですけど、まあ、その FSDEX で取引するとですね、FSC コインというのがね取引所のコインになるんですけども、それをね少し保有しておくだけでですね、手数料がねかからなくなるということで、まあ、すごいね注目を浴びてるところになります。はい、バイナンスとかもね、BNB 持ってたら、まあ、ちょっとその手数料をこう半額にしますよとかね、まあ、いろいろあったと思うんですけども、日本の取引所なんか特に手数料取るんで、まあ、半端ないですね。100万、例えば100万の取引したらですね、まあ、3万4万って普通にね取られていくので、売っても取られるし買っても取られるっていうね、ちょっと取りすぎやろっていう感じなんですけど、日本の取引所特にねちょっと取引がねしたくない場所かなというふうに思ってます。はい、まず、まあ、バイナンスとかもねだいぶ安く取引できる状態ですので、まあ、使われてる方は結構いると思うんですけど、まあ、今回ね、まあ、日本の
日本のね、日本人をちょっとこうね使えなくなるっていうことでですね、ねちょっとありましたよね。はい、ですんで、まあそういったとこも使えなくなりますし、はい、やはりこれから主流になってくる分散型取引所というのがね、まあ、増えていくと思うんですが、やはり中央集権型が多いってことはですね、分散型取引所を作るっていうのは結構難しい、ことになっているということかなっていうのも一つありまして、やっぱり技術が高くないとですね、なかなか難しいところかなというふうに思います。まあ、そういった技術があってしっかりね、ね、セキュリティがやっぱりそのオンライン上だと難しいって言われますが、まあ、その分散型取引所はですね、やっぱりセキュリティがすごい高い、技術が高いですね。まあ、その分散型取引所いろいろあると思うんですけども、まあ、他の分散型も取引所も、セキュリティ高いと思うんですけど、やはりハッカーがね、いくつもの鍵をねこう開かないとね、要はハッキングできないようなシステムになってまして、はい、それにすごいね、コストとね時間がかかるってことで、まずハッカーは、狙ってこないだろうって言われてるようなですね、まあ、環境というところですね。まあ、その中で取引ができるということはやっぱり大きいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そういったですね安定したしっかりしたあの取引所っていうのはやっぱりありますので、はい、ぜひ ね、ねこれからもねそういったところが伸びていくと思います。で、今年はですねセキュリティートークンっていうのがですね伸びるっていうふうに言われてますし、まあ、そのやはりですねこう、まあ、ICO 詐欺っていうのもいっぱいありましたので、まあ、そういったことから、まあ、需要っていうのがねやっぱり安全に、しっかりこうね、透明性のあるものが、ね、今年は、まあ、主流になってくるって言われてるんですけども、まあ、そういった中でもですね、最先端の技術を使った、分散型取引所の、コインっていうのをですね、持つっていうのも一つかなと、思っております。はい、まあ、いろいろちょっと喋ってしまいましたが、今日はですね出勤の、はい、ベルコイン出勤の、まあ、レクチャー動画というか、まあ、ちょっとした動画なんですけども、最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、まあ、ぜひ、まあ、参考にしていただいて、まあ、今後ですね、ベルコインの、ベルコインベルウッドの情報がですねありましたら、随時、動画として、まあ、お伝えしていければなと思っています。まあ、その他にもですね、良い案件の、FC アテックスとかもですねやってますので、ぜひ、これから、まあ、概要欄の方にもいろいろ載せてますので、見ていただけたらなと思います。はい、オープンチャットもね、開いてまして、そこに登録していただくとですね、まあ、情報もですね、まあ、ちょこちょこと送ってますので、はい、まあ、ちょっとピックアップ配信という形になるんですけども、はい、ぜひねよかったらよろしくお願いいたします。あとは、ニュース配信がお知らせできるようにですねチャンネルの登録の方していただくとですね、その都度、お知らせいくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。失礼いたします。